しまった。お船行っちゃったね。そんな、まだ出航時刻では。騒ぎを聞いて出航を早めたのかもしれないわ。正しい判断といえばそうかもしれないけど、僕たちにとっては最悪の判断だったみたいだね。いたぞ、追い詰めろ。逃げるだけ逃げるぞ。ボートかなんか波止場に止まってるかもしれねえ。ああ、何にもねえのかよ。このままじゃ。ここまでか。やれやれ、てめえらだったとはな。ガルシア、ロッシ、支援課のガキども、ずいぶん久しぶりじゃねえか。道理で見たことのあるガキどもだと思ったわけだ。まさか招待カードを手に入れてオークションに潜入するとはな。別に警察の人間が参加しちゃいけないという決まりはなかったみたいですけどね。うん、別に構わないぜ。来る者は拒まず、お得意様だったら大歓迎。しかしまあ正直侮ってたぞ。まさか兵ゆえと結託してここまでの騒ぎを起こすとはな。兵ゆえ？なんでそうなる。インと私たちは何の関わりもありません。気絶した部下の方たちに聞いてみたらどうですか。むしろ侵入していた彼を追い払ったようなもんだしね。そうなの。まあそんなのは今さらどうでもいいんだよ。問題はてめえらが俺たちのメンツを潰したこと。その落とし前だけはきっちりとつけさせてもらわねえとな。投稿すると言っても聞いてくれなさそうですね。せっかくの仮に獲物の悲鳴を聞かないってのもしまらねえ話だろ。安心しろ、命までは取るつもりはねえ。腕の一本か二本で勘弁してやるからよ。本気みたいです。たく、年を考えろよおっさん。せいぜい楽しませてくれ。久々の彼で血がたぎっているこのキリングベアをな。覚悟はいいか、小僧ども。敵集団との戦闘を開始。よし、エニグマ、駆動。私の番ね。時の結界を砕け散れ。行くぜ。行きます。エニグマ駆動。
やっ、行くぜ。ほらよ。行くぞ。やっ。甘いっすよ。さてと。ドライブ開始。お返しよ。そこだ。そこだ。それ。任せて。いきます。ガンナーモード起動します。オーバルドライバー出力最大。エーテルバスター。そこだ。捕まえたぜ。地獄に落ちろや。そんな任せろ。ありがとう。おっしゃ。行くぞ。はーだー。よし。ずるい。行きます。私の番ね。やるじゃねえか。手こずってるかい。エニグマ駆動。任せて。エニグマ駆動。任せてくれ。
俺の番だな。よし。やっはっ。やあ。甘いぞ。そんな。俺の番だな。私の番です。行くぜ。よし。行きます。ドライブ開始。
エニグマ駆動。任せろ。ゼイ。それ。俺の番だな。やっはっ。そこだ。捕まえたぜ。地獄に落ちろや。俺の番だな。さあ行くぞ。だータイガーチャージ。任せろ。エニグマ駆動。任せてくれ。それ。助かりました。楽しくなってきたぜ。マジかよ。任せて。エニグマ駆動。はい。エニグマ駆動。よし。エニグマ駆動。手こずってるかい。マジかよ。さてと。エニグマ駆動。任せてくれ。せっはっ。任せて。エニグマ駆動。私の番ね。聖なる女神の奇跡。光となりて天より来たれ。オーラレイン。助かりました。エニグマ駆動。甘いぞ。任せてくれ。えいっと。ずるい。はい。ドライブ開始。任せろ。はっ。やっ。うわっ。ぜひ焼き丼持っとく。手こずらせてくれたね。若頭だ、大丈夫ですか。味見だけのつもりだったが、
楽しませてくれるじゃねえか。あ、生き返っちゃった。バカな。あのバルドよりもはるかにタフみたいだね。チッ、化け物が。何を脱ぐしてやがる。ランドルフ・オルランダ、てめえだって同じだろうな。ランディ。やっぱりそうだったか。大陸西部最強の両兵団の一つ、赤い星座。その団長の息子にして、ガキの頃から大部隊を率いて敵を殺しまくった赤き死神。刀身の息子、ランドルフ・オルランド。刀身の息子、赤い星座、有名な両兵団ですね。そうだったの。バレちまったら仕方ねえか。まあそのおっさんの話は大体間違っちゃいねえぜ。刀身の息子って呼び名はヘドが出るほど気に食わねえがな。どうやら訳ありでクロスベルに流れてきたらしいな。俺の古巣西風の旅団と赤い星座は昔からの宿敵。ちょうどいい、ここらで因縁の対決と言ってみようじゃねえか。今度は対マン勝負でな。抜かせ。おい、ランディ。ここは任せろ。このおっさんを倒せたらなんとか突破口が開けるはずだ。俺のことはいい、とにかくこの場を切り抜けろ。そんな。ダメよ。らしくないです。はあ、よくない。爆発的な闘技を引き出す両兵ならではの戦闘技術。そうこなくちゃな。下がれ。すごいね。ビリビリする。このままじゃ。この遠吠えは。こら、怯えてんじゃねえ。犬っ子が。あれは。ロジョクズすんな。とっとと乗り上がれ。課長。わあ、ボートだ。ナイスタイミングです。行かせるか。てめえ。悪いなおっさん、今回は付き合いなさそうだ。それよりあんたら知ってたのか。人間の子供をオークションに出品しようとしてたの。何？この子は出品物の部屋にあった革張りのトランクに閉じ込められていた。それが何を意味するのか、あんたには分かっているのか。何をふかしこいてやがる。あのトランクにはローゼンベルクの人形が。まあでも事実だからね。事と次第によってはただじゃ済まないんじゃない。
やれやれ、妙なことになってるみたいだな。ルバーチェの、改めて話はつけさせてもらう。そっちはそっちで状況を整理しておくんだな。特務支援課撤収、とっとと全員乗り上がれ。はい。他にボートはないのか。皆さんご静粛に。少々ハプニングはありましたが、予定通りオークションを開催して。それより先ほどの銃声は一体何だったのかね。わ、我々を誰だと思っている。ことと次第によっては自治州政府に抗議しますわよ。どうか、どうか落ち着いて。使えん連中だ。よりにもよって、私の顔に泥を塗ると。ハルトマン議長、一体どちらへ。どうか待ってくだされ。もお流れですわね。少々当ては外れてしまったけど、面白いものが見られたからよしとしましょうか。行っちまったな。できればもうちょい本格的に遊びたかったが、ま、あの辺りで我慢しておくか。我慢も何も好き放題にやっていたのではなくて。鉄血宰相とハルトマン議長の間に作られたパイプ、そのつなぎ役としてはいささか不適切な言動が多かったように見受けられるけど。ああ、何のことかな。別に俺は誰かさんみたいに直接助けたわけじゃないからな。いいのかあれ、完璧に内政干渉だろう。ああ、あの円月輪はなかなか見事だったわね。院とかいう噂の教師でも現れたのかしら。そうきた。ま、今回の俺の主要任務はあんたに会うことだったしな。ロックスミス機関キリカ・ローラン室長と。さすがに耳が早いわね。帝国政府付き二等書記官、いえ帝国軍情報局所属レクター・アランドール大尉と呼んだ方がいいかしら。ま、お互いカードはある程度見えてるってことか。そんじゃホテルのラウンジあたりで話すとするか。クロスベルでの諜報戦に関する今後の取り決め、不戦条約と動力ネットを視野に入れた新時代のルール作りってやつをな。ええ、始めましょう。破壊工作とテロリズムで状況を動かす時代は終わったわ。かつてのような不幸な事故をクロスベルで起こさないためにも、私たちは仮初めとはいえ新たな秩序を構築する必要がある。なるほどな。ま、
俺の忠告を完璧に無視しやがったことは一旦置いておくとして。すみません。問題はその子だな。ことと次第によってはとんでもないことになるかもしれん。だな。オークションで人形の代わりに出品されるところだった子供。まあ良くない想像ばかり働いてしまいそうだね。まさかマフィアもそこまで愚かなことをしないとは思うけど。キア、とんでもないことになっちゃうの？大丈夫、そんなことにはさせないから。それよりキア、名前以外について何か思い出せたことはあるかい？全然思い出せないや。そっか、困ったわね。そういえばランディ、まあ俺の話はおいおいさせてもらうさ。まだ俺が支援課にいてもいいってんならな。怒るぞランディ。ランディさん、たまに空気読めなさすぎです。ええ、あんまりバカなことを言わないでちょうだい。わり。ん？ねえワンちゃん、ロイドたちどうしたの？これも一種の青春ってやつじゃない？青春？緊張感のかけらもねえな。そういや俺たち、さっきまでマフィアに追われてピンチだったんだよな。なんだか実感がないわね。残念ながら夢ではなさそうですけど。ま、とにかく全ては支援課に戻ってからだ。明日からしばらくの間限界態勢になると思っておけ。